ちは、学び研究室の吉野です。学び研究室です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は歯の話のパート2です。副題は、はい、唇よ熱く君を語れ。さあ、この歌は歌のタイトルは、どなたが歌っていたでしょうか。え、歌なんですか。池田先生ご存知でしょうか。う、全くわかりません。1980年に流行った、八神純子の歌です。すいません、わかりません。いきなり難題。小野先生、池田先生、後で調べておいてください、はい、ということで今日はですね、唇の話をしたいと思いますが、はい、で、これ食器があります。この食器、ある、まあ、有名な陶器メーカーが作った食器なんですが、どの陶器メーカーでしょうか。まあ、分からないですよね。はい、次に行きます。これはウェッジウッドなんですね。まあ、あのジョサイオ・ウェッジウッドによって、まあ、200年以上前に、まあ、250年以上前にあの製造された、まあ、あの非常に大きな陶器のメーカーなんですが、ウェッジウッドのお孫さんがこの人ですね。お母さんがウェッジウッドの娘でありまして、どなたか分かるでしょうか、小野先生。ダーウィン。その通りです。素晴らしいですね。知らなかった。チャールズ・ダーウィンの、まあ、おじいさんは、ウェッジウッドですね。そして、まあ、お父さんの方はあの医師の家系なんですが、父親それからおじいさんが医師、まあ、要はですね、あの裕福な、ボンボンがですね、ビーグル号という、船に乗ってあちらこちら世界を回りまして、そして、ガラパゴス諸島に行きまして、まあ、自分の考えをまとめるんですね。その考え、まとめた考えが、自然選択説というですね、ナチュラルセレクションという、まああのまあ、今でもですね、まあ、説として有名な、皆さんもご存知だと思いますが、まあ、それをまとめたのが、あの種の起源 The Origin of Species という本になっておりますが、で、彼がですね、自分の考えを、まとめるヒントになった鳥がいるんですね。それがこちらなんですが、まあ、日本にはいないんですが、イメージとしてはスズメの仲間になります。名前がダーウィン・フィンチっていうですね、まあ、スズメ目スズメの仲間なんですけど、まあ、学名が、カマリンカス、ちょっと分かりませんが、カマリンカス、カマリン、はい、まあ、ローマ字読みしてください。で、これはこれパリダスですね。これは青のという意味でして、まあ、神経やってる人だったらあのパリダスというとグロバスカパリダスですね。単層球の名前がそのまま来てますが、まあ、それは余談になりますのでまた飛ばしまして、でこいつがですね、ダーウィン の、まああの進化論ですね、種の起源をまとめるときに非常に役に立った。どういうふうに役に立ったかといいますと、このフィンチのくちばしですね、まあ、同じような、仲間、スズメの仲間にもかかわらず、まあ、ガラパゴス諸島、島が点在しているわけですが、その島に生息するまあ、このフィンチのですね、くちばしが、随分と形が違うというのにダーウィン気がつきまして、その形が違うことが、例えばこれは、まあ、硬い果物を食べるのに適しているんじゃないか、まあ、こちらの方になりますと、まあ、例えばですが、まあ、昆虫を取るのに適しているんじゃないか、柔らかい、木の実をついばむ、あるいは、木の中に入っているような虫を、掘り出すのに、まあ、非常に向いている適しているくちばしの形をしているんじゃないかというのに気がつきまして、で彼は、まあ、自然の中での植生によって、スズメのくちばしが変わってきたんだと、変わってきたものが生き残りやすかったんだ、自然によって選択されていたんだ、そういうふうに適合したものが、繁殖、していったんだというふうにですね考えたわけです。で、まあ、そういうヒントを与えたスズメの仲間ということで、まあ、名前ダーウィン・フィンチというふうな名前がついております。で、あ、どうぞ。これガラパゴス諸島の島ごとに例えば違う、はいはい、でそれぞれのそのフィンチが、違うものを食べてたっていうことまで突き止めた。そうです。まあ、ここに4つだけ挙げてますけれども本当はまあ十数種類ですね。まあ、ダーウィンが本当に見たのかどうか分かりませんけど、まあ、くちばちの形と、まあ、植生なんかは調べられてまして、まあ、適したその植生に適したくちばしの形態を持つものが、まあ、その島々でそれぞれの島で繁殖していったんだろうというふうに考えられています。で、まあ、このダーウィン・フィンチ、まあ、鳥ですよね。鳥類はくちばし持ってまして、逆にまあ現在あの地球上に生存している鳥
鳥は、まあ、歯がないわけなんですが、まあ、口の形、口と言っていいと思うんですが、まあ、口はくちばしという特別な口を持っています。で、人間の口、人間を含めた哺乳類の口はといいますと唇という構造物を持っているんですね。で、これはまあ人も同じなんですが、この唇の働きなんですが、今日のメインのテーマなんですが、まあ、唇の働きなんですが、当然、まあ、哺乳類が唇を持っているということで、まあ、哺乳をですね、で唇で、まあ乳首を加えまして、まあ、母乳をですね、こぼすことなくうまく哺乳できるようになっている。で、歯科あるいは耳鼻咽喉科では、まあ、唇に、まあ、亀裂が入っているのは口唇口蓋裂というふうに言われるものですけれども、そうするとそういった赤ちゃんは母乳をうまく飲むことができませんので、まあここに書いてある生存に必須な哺乳ができませんから、まあ、すぐに手術をしたりとかですね、あるいは何かこう道具を入れてきちんと哺乳ができるような状態に、してあげるというような治療が行われております。あるいは大きくなってからも物を食べる、あるいは飲むというですね、まさに個体の生存には必須の働きを持つ、つまり唇というのは非常に生きていくために哺乳動物としては必要な構造物になっています、うん、ね、人の場合はですね、さらに、まあ、ちょっと、まあ、こういった哺乳動物とは違う構造をしていると思うんですけれども、人は特別なまた働きを持ってまして、それはコミュニケーションですね、発話あるいは表情の形成なんかに、唇が使われています。まあ、発話に関してあるいは表情の形成に関しては、まあ、この唇の、まあ、構造あるいは機能だけではなくて脳の発達と非常に密接な関係がありまして、発話するためには脳の中の言語野と言われる領域があるんですが、運動性の言語野、いわゆる、まあ、ここに書いてありますが発話ですね、ブローカーという人が発見したのでブローカーの言語野と呼ばれる領域が前頭葉にありますし、また側頭葉の方には感覚性の言語やあるいは聴覚性の言語や聞くためのこれ音を発しててもそれは相手が きちんと聞き取ってその意味を理解しないといけませんので、その聞き取るための能力を持つような脳ですね、言葉を聞いて、その後理解に結びつけるような脳、これも発見者の名前を取ってウェブ日記の言語や、まあ、これ猿の口なんですが、猿がいくら賢いからといって、あるいはチンパンジーやゴリラが賢いからといって発話をすることはありません。それは脳の中でブローカーの言語やという発話に関係する脳がないからですね。ね、あるいはこの表情を形成するためにはその、喜怒哀楽という感情を、まあ、筋肉、表情筋という筋肉を使いまして、口角を上げたり下げたりとかですね、することによって、まあ怒ってる顔とか、笑ってる顔、まさにその喜怒哀楽という感情を、まあ、口だけではありませんけれども、まあ、唇の形は非常に重要なポイントですので、そういったものを使って、コミュニケーション表情を作ったり、あるいは、視覚のその唇が口角が上がってるとか下がってるとかを、視覚の情報として捉えて、そして相手が今どういうふうな気持ちでいるのかっていうのを我々は理解するための脳ですね、そういったものが、パラレルでおそらく、まあ、進化の過程で、我々が獲得しなければこういった、まあ、機能働きをですね、人の唇は持つことはがなかった、脳の発達がなければというふうに考えることもできるかと思います。で、もう一つ人の唇なんですが、哺乳動物唇を持っているんですが、人の唇だけ赤い唇を持っているんですね。哺乳動物の唇というのは非常に薄くて、赤みがありません。でも人間の唇は分厚くて赤みがあります。もちろん、こういったものは発話、例えばあるいは唇を拭いたりとかですね、するのにも役立っているんですが、まあ、だからといってこの他の哺乳動物が、まあ、別に赤い唇を持っていてもいいと思うんですけども、実際持ってないんですね。なぜか、それは、まあ我々人間が合理的に考えるとするならば、これは繁殖に人の赤い唇は役立っているんじゃないかというふうに考えることができます。で、それはですね、人間は哺乳動物の中ではですね、珍しく視覚動物といわれる動物でして、目で見て物事を、対象物を認知する動物なんですね。そうするとこの赤い唇を見て、そして、まあ、性行動を促すような刺激として捉えることができて、そして繁殖に役立っているんじゃないかというふうに考えることができます。嗅覚動物であるとあまりこの、
まあ、その視覚の情報を重要視しませんので、赤くてもあまり意味がなかったんじゃなかろうか。逆にこの唇赤いっていうのは毛細血管ですね、内皮がこうめくれ上がって毛細血管非常に発達してますので、捕食したりするときに、物を食べるときにですね、傷ついたりする可能性があります。そうすると、毛細血管非常に豊富ですから、出血する。出血すると、その匂いが、漂ってしまう。漂うと、捕食獣がですね、血の匂いがしますので、傷ついた動物がいるっていうことを、おそらく、認識しまして、襲いかかってくる可能性が高い、そういう動物は生き残りにくかったのかもしれません。理由は分かりませんが、我々人間は合理的に考えるんであれば、こういった哺乳動物唇を持っているんですが、その中で唯一人間だけがこういうふうに内皮がめくれ上がった赤い、唇を持つようになったのは、猿も視覚動物なので赤い唇ないんですが、一つは視覚動物であって、こういう赤い唇というもので性的な興奮につながっていく。あるいは、さらに言いますと、例えばそのキスをしたりとかですね、あるいはその 口を使って、愛撫をしたりとか、そういったことにつながっていってるんじゃなかろうか。で、一方、通常の、哺乳動物では一般的な、嗅覚動物、あまり、視覚情報でなくて匂いで、発情しているとか、オスメスであるとかですね、縄張りであるとかいうふうな、動物にとっては逆にこの赤い唇っていうのは危険なだけの構造物になりますので、もし進化の過程でそういったものを持つようなものは、淘汰されていってしまったんじゃなかろうかというふうに考えることができるかと思います。ということで、本日はですね、人間の唇について、話をさせていただきました。唇っていうのは、赤くて目立ってるだけではなくってですね、かなり人間に独特なものです、ということが、お分かりいただけたかったら嬉しいです。はい、どうぞ。ちなみにどんな歌なんですか？唇よ熱く君を語れダララララ舞い上がれダララララ YouTube 見てください。ありがとうございました。お疲れ様でした。以上です。